宮川一生とは、江戸時代の浮世絵師、宮川長春の門人。本姓は藤原、後に、謙氏を名乗る。俗称喜平次。一生の他に、小返斎、安道、池る丸と号す。江戸市畑町二丁目で家主を務めていたという。長春譲りの肉筆美人画を専門とし、宮川派の絵師の中では、宮川を定めと並んで双璧とされる。作画期は享保から没年にまで及び、数多くの作を残す。寛永三年、日光東照宮の彩色修理に携わった長春が、その報酬をめぐって稲荷橋、狩野家より暴行を受け、これを遺恨とした、長春のこの長介と一生は、稲荷橋、狩野家に夜分に切り込み、当主狩野春画をはじめとする三人を殺傷した。これにより、宝暦2年11月、一生は、伊豆国に飯島へ流罪となる。この時64歳であった。新島では、島民のために七福神や仏画を描いて、路名をつないだ。また、宮川の画聖をはばかって、本姓の藤原、または、謙氏を名乗り、安道と池る丸の号を用いた。島民や、流人仲間に絵を教え、安道印を継いだ者もいたようだ。そのまま赦免されることなく、新島にて没す。享年91。現存する作品はおよそ60点余り、そのうち8割を江戸在住時が占める。資本が多く、師長春に比べて絵の具の質が劣る。一生の描く美人画は髪型に時代ごと特徴がよく現れており、当時の流行が反映されている。しかし、面貌表現には作品によって差が大きく、基準作が見出しがたい。初期は、下膨れの顔に二重まぶたで眉も自然なカーブを伴う優しい雰囲気だが、次第に顔の幅が狭められ一重まぶたになって、眉の角度が大きくなっていく。次いで、眉が太くなる筆運びが自然になり、紅は厚く髪も黒々と豊かに描かれ、顔と髪の比重に変化が見られる。勢いよく、引かれた線は、彩色に被るのも厭わず、そのおおらかな筆致と色彩は、市の長春とは異なった趣を持つ。作品のうち7点の吉原祭壇の図が知られており、これらはほぼ同じ図様であるが、同門のお定めの作品から学びながらも、家屋や人物配置を変えるなどして一生独自の形式を作り出している。これら、吉原祭壇の図の制作時期については、享保の後期頃から、元文、官報頃の間と考えられる。ありがとうございます。